11月号の手紙文に行きます。じゃあ秋の陽光を受けてに行きますね。まず先を上で寝かせて持ってきますね。反って右を太くね。じゃあ反りを入れて抜きますね。左に倒して抜いて点ね。少し上の位置から当てて頭を作って、太いから細い、細いから太いね。ここに立て、穂先を上に持っていって丸くね。ひっくり返して最後に少し太くね。当てて太いから細い、太いから細い、細いから太いで突き上げて、細いから太いですね。左を細めね。右を太めにして、真ん中を書いて上がっていきますね。押し戻してきて、丸く書いて止まらずに抜きます。細いから太い、細いから太い。じゃあ当てて、太いから細いですね。左右を書いて、反って、押し戻して抜いていきますね。太いから細い、細いから太い、止まらずに抜いていきます。じゃあ方に行きますね。当てて太いから細い、太いから細い、太いから細いね。じゃあ受けて、これも少し寝かせ気味ね。じゃあ2本目と3本目を続けて上がって抜いて、ここで受けますね。少し下の方で太く、じゃあ穂先を上にして止めます。カーブ、少し右肩を下げる感じね。膨らませて抜いてくるね。押し戻して抜いていきます。じゃあススキの群れはといきますね。じゃあ太いから細いね。突き上げて、ここで一回止まって上に上がって筆を折って抜いていきます。同じか、太いから細い、突き上げて、ここで一回止まるね。上に上がって折って抜いていきますね。同じ角度、長さ、突き上げて、太いから細い、受けて太いから細いね。じゃあのもうついでに引っ繰り返して最後に太くで抜きます。太いから細いね。これも太いから細い、細いから太い、太いから細いね。で抜いてきて口をかきますね。筆を開いて横にして、太いから細いで閉じますね。じゃあ穂先を左に持ってきて当てて、で抜いたら反る、まっすぐ伏せるね。抜いて立てね。細いから太い、これも細いから太いね。受けて太くして、細くして歯に行きますね。少し丸みですね。突き上げて、ここで太くして、細くして結んで、太いから細いね。金白色に輝きといきますね。筆をこう開きます。で斜めに持ってきますね。反って伏せて、太いから細いね。じゃあ点を2つ書いて伏せて、手を横にして、ここ太くね。向きを変えて受ける感じですね。太いから細い、細いから太いで抜くね。当てて、太いから細い、左を細めね。右を太めで閉じます。細いから太いね。上がって太いから細い、手を横にして肩下げて、太いから細い、真ん中を狙って、
太いから細い、細いから太いで止まらずに抜いていきます。じゃあカーブして真ん中太く、また細くね、細いから太い、細いから太い。じゃあ輝きね、当てて太いから細いね、左右の手を少し上の位置から書いて、反って上がっていったら押し戻していきます。で、すくい上げていきますね。冠を、よくね、反って腕を開いて、太いから細いね、伏せて抜いて、縦を抜いていきます。じゃあ木、同じ長さぐらいで突き上げたら、太いから細い、また当てて太いから細いですね。風に揺れていますというね。じゃあ細いから太いで軽く止めでいいですね。振りを開いて太いから、肩を下げて太いから細い、細いから太いで抜いていきます。反る、かぶせる、太いから細いね、これも太いから細い、横下げて抜いてにいきますね。カーブして真ん中ぐらいを太くして、細いから太い、細いから太いね。変ですね。当てて抜いたらすくい上げていきますね。寝かせ気味ね。2本目と3本目を続けて、反る、伏せるね。じゃあ太いから細、太いから細いね、細いから太い、向きを変えて閉じます。じゃああれ、細いから太い、これも細いから太いで抜いて、受けて細いから太い、太いから細いね、押し戻して、いを書いたらかぶせるね、受けるね。でここで一回止まって、上がったらここで押さえて太いから細いね。で巣に行きます。伏せて太いから細い、突き上げて、ちょっとこっちに入ったら上に上がって、筆を折って抜いていきます。